はい、皆さんこんにちは、カイカイです。それではまたまたね、解体していこうと思うわけですが、今回ご用意したのはこの2つ、ぶっ壊れたヘアアイロン2つですね。なんでこんなにあるのだろうって感じなんですけど、で、この上の黒いやつは相も変わらずマイクですので、あまりお気になさらず。今回ちょっとね、下に柔らかいものを敷いて、ちょっとはこのこれを置いたりする時のこのゴスっていう音が低減できればなという感じです。じゃあ早速入っていきましょうか。まずはそれとね、まあとりあえず入っていくわけですけど、それと結構ね、 E3 関連で面白い情報も出てきてますし、多分こっちの方が古いんでこっちからやっていきましょうか。それとなんかね、 AMD の新しい製品に関する情報とかもいくらか出てきてて、結構面白そうなので、そちらに興味がある方はぜひ新しく作ったテクノロジーチャンネルの方にぜひ登録してください。まだメインチャンネルの方でこれを見ている方は、そのうちも完全に分けて、こういうこれはもう間違いなくテクノロジー関連の動画ですし、そっちでは情報関連の動画もやっていくので、例えばさっき言った AMD が新しいやつ出すよとか、 E3 をちょっと軽く総評するやつとか、そうだな、まあ、プレステの情報とかもね、最新のゲーム発売情報とか結構ねリーク部出てきてるんで、まあ、そういう情報はしばらくは両方のチャンネルに載せていくわけですが、いずれそのテクノロジー&情報チャンネルだけの投稿になるので、気になる方はぜひそちらに登録してください。これだけで取れたりしないかな。ダメ？ダメかな？ダメだね。これものすごく嫌なところにネジいっぱいついてるからやりたくないんですよね。この中には入ってるんですよね。なんでそういうことするかな。じゃあ仕方ないんで、例のごとくマイナスドライバーをねじ込んでみましょう。基本的にこういうのはプラスチックのクリップみたいなやつでついてるので、それさえ剥がせられれば結構簡単に外れてくれます。なんか出た。おお、なんか出た。いけそうなんだけどな。じゃ少々気がそれてしまったんですが、引き続きやっていきましょうか。ちょっとね、最終手段じゃないな、ヒギを使うか迷ってて、ヒギプラスチックは気にしない。根元の部分がね、結構全く取れないからね。まあプラスチックはいいや。で、この中のものをどうするかですけど、高圧注意だって危なそうですね。この辺取れないかな。
なるべくね、この電源関連のものは取れた。ちょうどいいか。うん、なるべくこの電源関連のものっていうのはね、あらかじめ取っておきたいんですよね。危険をなるべく減らすために。じゃあちょっと外していきましょうか。こういう部分に金属製の突起物を打ち込むのはあまり推奨されることではないかもしれませんが、取れないね。このプラスチック、ゴム製かな？ゴムの部分と。取りたいんだけど、あ、ネジある。どうやってそんな場所にネジ入れた？この中にネジ入ってるんですけど、届きませんよ。こんなん届きませんって。マザボのネジが2つ発見。こっち取ればマザボは取れるかも。こいつらを嗅ぎ分けて、横から入れると角度がねつきすぎてうまくできないんで。ネジ出てこねえな。なんか出た。あ、電源ボタンとまた別のボタンだ。また出た。はあ、取れました。この透明部分はあんま気にしなくていいかな。で、これが後ろに画面、これ画面なんてついてたんだ。へえ。この画面がネジで止まってますね。これも取っちゃいましょう。やばいやばい、いろいろ出てきてる。ガラスのようなもの。これがパネルですかね、 LCD の。で、これがボタン類ですね。剥がしていきましょう。これはクリップついてるだけなんで、引っこ抜いてやれば良いかな。まあ、プラスチック壊しちゃダメなんて誰も言ってないんで、遠慮なくね。で、これが抜けそうにないのかな。なんか抜けそう。なんだこれ。なんだこれ。ヒンジ的なものかな。あ、取れた。これで入ってたのか。オッケーオッケー。プラスチックもう一個取れた。ピント合っとるかね。で、これでなんか別のネジがアクセスできるようになったので、ちょっと微妙だな。結構きついな、角度。無理してこのネジを無駄にしたくはないんですよね。っていうかダメになると後で抜けなくなるので。こういうの専用のやつもあったな、確か。ただ今探しに行って見つかるかどうかね。あ、このヒンジも取れるわ。ここの金属製のやつでつながってるんですけど、この金属取ってやれば。
来た。よし、来た。はい、これですね。で、これでこのクリップが出てくる、クリップ、まあなんか出てくるんで、これで取れるはず。はい、来た。こうやってここのネジ入れたんだね。このさっき言ってた、どうやって入れたんだってやつ、ちょっと見てみましょうか。この解体は、まあ何か探してるものがあるわけではないんですけど、そのプリンターのやつはガラス回収しろって言われたし、変圧器のやつは、なんだっけ、コイルを回収しろって言われてたんですけど、こっちに関しては特に 何も回収しようとしているわけではなくて、まあなんか見た目かっこええのって感じのやつが見つかればいいなっていう感じなんですけど、こういうネジなんかはね、後で何かに利用できるとは思うから。さあ、これでここがアクセスできるようになりましたので、もうちょいでかいドライバーがいいね、これは。このネジ回収、この辺の部品はね、何かに使えればいいんだけど、こう実用性が見出せないんだよね。このパネルはちょっとかっこいい、ちょっとだけ。足しびれてきた、やばい。前回に引き続きだよ。あ、あれ取ったおかげでこれがかなり広く開くようになりましたね。ってことはこの辺のネジも回収っていうか外せるってことだね。ネジの回収は別に目的ではないからな、やってるけど。でもこっちを先に見てみようか。こういうちっちゃいやつはもう本当押しながら回さないと取り出せなくなっちゃうんで気をつけましょう。出てきそう。出てきそう。あ、来た来た。あ、なるほど。こうやって繋がっちゃってんのか。一旦戻そう。よいしょ。何も壊したいわけじゃないからね。この辺のネジ回収しまして、まあ、ちょっとずつ解体できていけばいいかな。ここで90度開くようになったおかげで、この辺のちっちゃいやつも簡単に回収できるからね。こう同じようなやつがこっちにもついてるんですけど、ここ4箇所ね。これがヒント開いたまえ。これが多分この先端部分です。硬いの。てえな、サイズ割ってない、もしかして。いや無理、これは抜けない。困ったな。プラスチックだから最悪破壊はできるけど、どんだけ締めたのこれ担当の人。今回ね、回収物はないって言ってるけど、ちょっと気になってるものは一応あって。こいつも買ってえな。え、なんなの。このネジ締めた人何怒ってた当日。むしゃくしゃしてた。マジかよ。これは無理かもしんない。じゃあ仕方ないのでターゲット変更しましょう。こっちはちゃんとしたこう深いネジなんですけど、深いっていうのがあのこの先端の十字の形あるじゃないですか。この十字の刺され、十字が深いので
がっつりと食い込んでくれて壊れる心配もないんですけど、この下の方にあるやつが浅いんですよね。なんですぐ滑って台無しになっちゃうんですよね。今回回収できるのは半分だけかな。飛びすぎ。はい、これでこのプラスチック先端部分が取れました。そんだけ。ホコリかこれ。このまま取っちゃってめっちゃ汗かいてきた。コイルっぽいの見えるかもしれない。抜きたいけどね、抜き抜きしたいけどね。ここにぶっ刺さってるやつをなんとかして外せればよいんだけど、このプラスチック取れないかね。切る？これ切っちゃおうか。切る？切っちゃう？先にプラスチックをなんとかできないか見てみよう。無理っぽい。硬いこのプラスチック。切るか。抜けたね、こいつは。で、これ取って開けさせる気ないでしょ、これ作った人。押して出てくるわけでもないし、こっち側から押したら出てくるかな。ってわけでもなさそう。どうすればいいんだろう。ここで終わり？マジで？マジか。これ一旦ぶっこのこう。コンパクトにしちゃいましょう。硬いな、なんだこれ。仕方ない。じゃあ前半はこれにしよう。これだけにしよう。ちょっといくらかこの動画カットするかもしれないけど、できれば後半戦はもうちょい収穫が欲しいな。はい、それじゃあこちらも見ていきましょうか。こちらはほぼ一緒だけど、確かねちょっとだけモデルが違うんですよね、時間帯的に。ただまあ途中まで開いてみて全く一緒のようであれば、その時点でこの動画は終了となるかな。ただ
ー、これ結構面白いものが見れると思ったけど、予想以上に見入りがないな。個人的にはあのこの先端部分で、このなんていうんですかね、こう加熱を担当している部分がどういう仕組みになっているのか確認できれば面白いと思ったんですけど、予想以上にネジがね、深くっていうのかな、硬く入っちゃってて本当に苦戦してる。ネジだけ、こいつもなんか余計硬い。あ、ここで頓挫する？こいつ出てこないんだけど。ギブ。今回ここまでです。こりゃひでえよ。今回は失敗ですね。次回はもう別のものを用意してるんで、そちらを見てみましょう。ネットワークスイッチですね、っていうのかな、スイッチじゃねえな、まあ、そんな感じのやつ。じゃあ今回はここまでです。次回はね、もうちょい普通にいけると思うんで楽しみにしててください。今ちょっと残念だったけどね。じゃあ今回はここまで、ありがとうございました。